ジオ体感クラス姿勢改善ストレッチポールでベーシックセブンが終わった後に体幹がフラフラしないための手足の運動があります。今回は足を動かしてみたいと思います。このようにアライメントを入れた状態でポールに寝たらばお腹を引っ込めて胸で小さな呼吸を始めましょう。肩の力を抜いたらばさあ頑張って右のお腹で右の太ももを上げるようなイメージで右足を床から上げていきましょう。膝の角度を変えないように。最初手で押してしまうかもしれませんけれども、だんだんやっているうちに肩の力を抜いていきましょう。上げたらゆっくり下げます。その時に右の下っ腹で右の太ももを上げているイメージです。慣れてきたらば少し押してる足、左足の膝も動かないように左のお尻にも意識を払うといいと思います。手で床を押していたのが何回かやるうちにだんだん押さなくなります。肩に力を入れないように気をつけながら体をフラフラさせない、足を動かしても体がフラフラしない体幹を締める運動です。